すごいことが起きました。ちょっと、すごい。ちょっと途中不安になってきたんですけど。大丈夫かなっていう。改めて、これ検証動画ですから。出していいのかな、動画。どうも、はじめです。いや、ジェイさん。パタゴニアにやってきました。すごいいいロケーションの素晴らしいですよ。そこサーフポイントでカーディフっていうね、まあ有名なとこですよ。マチャド、ロブマチャドも来るような。一回マチャドこうワイプアウトするの見ました。でもイエスです、ね、そこら辺なんでしょうね。よく見ますしっていう、まあ今回はそのパタゴニアのカーディフ支店にやってまいりました。で、今日何するかっていうと、パタゴニアのプロダクトってライフタイムワランティーなんです。本当ですかって聞きました。つまり、もし買って壊れたりすると修理交換してくれる。これがもう一生続くわけ。日本のパタゴニア知らないですよ。アメリカのはそうらしい。で、見てください。私がね、もう多分10年以上前、バックインバック。バックインバック。もう。ね、留学時代に使ってたこのメッセンジャーバッグ、もうボロボロです。渋い、もう切れて。この Q ロゴの ね、 いいですね、いい感じなんです。これもですよ、この色もなかなかいい、ね、渋いでしょう。もっと色濃かったんですけどね、うん、かっこいいですけどね。かっこいいんだよ。でもなんかこう壊れちゃったりしてねっていうのと、またバックインバックインバック、バックインバック、バックがたくさんあるんですけど、あとこのこれ気に入ってたんですけどね、このフェザーが、うん、なんかちょっとくたびれてる感じします。そうなんですよ。全体的な状態は良さそうですよね。っていうね、ちょっと何か持ってきてみて、これを交換は修理してくれるんじゃないかと、うん、検証です。検証動画、検証動画です。これはまあいいことでは、いいことなのかな。普通に高いお金払って買ってるんだね。でもはじめさんといえばもうパタゴニアにもう命を捧げてるみたいな感じじゃないですか。血を、血を、血を、このくらいはね。そうですよ、とかしてくれるでしょ。ライフタイムバリュー高いって結構。じゃあちょっと行ってきますわ、はい、交換してくれるかどうか。検証動画ですね。検証動画です。It is quite a bit older. If you wanted, we could apply credit towards like a new bag. It would probably be something similar to this. これと変えてくれたって。この色いい。これいいですね。なんかパタゴニアっぽい感じで。これも交換、エクスチェンジできるんですか。すごいですね。どういうことですか。ドキドキしてきた。So it would be black or green that we have in store. Otherwise, we could look online too. We could always order one. マジいいの。すごくない。これみんな殺到するんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。California, living the life. あ、ジェイさん、
すごいことが起きました。ちょっとすごい。ちょっと途中不安になってきたんですけど。大丈夫かなっていう。改めてこれ検証動画ですから。出していいのかな動画。まあ結果的にね、交換してもらいました。素晴らしい。ダウンジャケット、ナノパフじゃないのかあれ。ライトウェイトの、まあ、ダウンなんですけど。こちら今現行の最新のやつ280ドルです。もうふわふわじゃないですか。ふわふわですよ、フェザーが。あら、かっこいいな。サイズも XL から L にランクアップです。 XS から L にランクアップ。2サイズアップ、3サイズアップ、3サイズアップ。だいぶボリュームアップしましたね、私。時代を感じますね。そして、ちょっと小さいバッグ、あれはこれに交換させていただきました。このブラックホールの、すごい、こっちの方が欲しかったというか、なんかあれが40% オフで別のバッグが買えるみたいなで、ちょっとなんか時代のあれが分かんなくてわちゃわちゃしてて、これを安く売ってくれないって言ったら、これなら交換でいいよって言われて、ちょっとよく分かんないですけどね、買ってもらいました。それはおいくらドルなんですか。これは元から50ドルですね。でもそれでも交換できちゃったんですね、ね、バッグがこれに変わったと。そうです。で、メッセンジャーバッグ2個あったじゃないですか。うん、あれは、直せるみたいなんで、送ってもらいました。あれはまだ使えるので。直して、で、もし直せないってなったら、この交換バッグと、現行のやつと交換できるよ。それはまた連絡行くからねって感じで、じゃあ預けました。というわけで、検証結果、パタゴニア最高っていう。ほんと最高だなと思いました。ここまで、サービスがね、ちょっとびっくりしたね。びっくりしましたね。カーディフだからとかそういうあれじゃないんですか、ね、じゃないんじゃない。やっぱアメリカのパタゴニア、ちょっと日本わかんないですけど、アメリカのパタゴニアは一応ライフタイムワランティーというとプロダクト一つ一つ大切に使って、もしなんか穴開いたり壊れたりしたら交換してくれる。なんかこう年代によっていろいろあるんですか、ね、なのかな。なんかずっと年代とか見てましたね。見てたよね。古い、新しいのはもしかしたらダメなので、うん、結構もう10年以上前のやつを持ってきたので、うん、いや、すごいね。だ古いやつ持ってったら変えてくれるんだ。そういうことですよね。別にカーディフで買ったものじゃなくてもいいってことですよね。ベンチュラで買ったやつだから、うん、素晴らしい。ちょっと僕もクタクタのダウンがあるんですよ。そうだね、だからそういうのも変えてくれるんじゃない。持ってこようかな、ボロボロのやつ、ね、ちょ、いやなんか買ってるし、ちょかっこいいし、自分へのお土産を。後ろもね、かっこいいよね、これ。帽子もいっちゃってる。なんかこういうサーフショップの店員さんいるよね。パーマちょろんって出して、ね、浅めのキャップに。ちょっと僕ドライヤーかけなかったらこんなに髪が爆発するんですよ。いい感じですよ。抑えておかないと。いるそういうやついる。でもこれ日本で着れるかって言ったらちょっと分かんないですよね。全然着れるんじゃない。着れますかね。だってあれでしょ、この青って野毛に合わせたんでしょ。そうです、そうです。野毛のスタジアムにいましたんでしょ。野毛ブルーですか。野毛ブルーで今年は攻めてくる。さすがですね。いや、かっこいいな、その。ありがとうございます。僕もなんか、僕はね、ちゃんと定価で買いましたけど、もしこれがクタクタになったら、そうです、そうです。またここに来ればいいわけですから。変えてくれるっていう。もう、10年後とかかな、うん。もうこの汗の塩のシワ、シミができ、もう洗わずに、そうそう。ずっと洗わずに、これが茶色になるまで、かぶる。劣化して穴が開くまで。風化ですよ、風化。風化して穴が開くまで。楽しみだな、またここに持ってくるときが。というわけで。本日は、検証成功っていうんですか、なんていうんですか、これはなんか心が痛いですけど、まあ、これが事実ですよ。パタゴニアのね、企業精神というか、お客さんに対しての
熱いサポート、ケアっていうのを感じました。またいろいろ交わさせていただきますので、よろしくお願いします。さあ、というわけでね、もうコメント、その、なんですか、お怒りのコメントはいらないです。温かいコメントお待ちしてます。なんか気にされてます。いや、なんか日本人的にね、こういいのかなっていう。まあ ちゃんとね、僕も買いましたから、普通に高い値段払って、うん、それがね、10年経ってまたこうやって新しくなったっていう衝撃の事実だけをお伝えしました。なんかこれで悪いことしようとしてる人はダメですよ、うん、はい、というわけでありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. いや、かっこいいよ、そのキャップと。合ってる。時計ない、時計ない。